鎌倉と江ノ島に銭洗い弁天っていうのあるらしいけど知ってます？知っていますよ。江ノ島の方は正確には銭洗い弁天ではなくて白龍王黄金浄水というんだけど、お金を清めると良いと言われてます。なんかお金洗うと増えるんでしょ？鎌倉の銭洗い弁天はお金を洗うと倍になるという信仰がありますね。また江ノ島の白龍王黄金浄水だってお金を清めてご利益があるというのだから、お金増えるんじゃない？だからさ、お金払いに行こうよ。急な話だね。まあ場所も手頃だし行ってみようか。で、鎌倉と江ノ島のどっちに行くの？どっちって両方に決まってるじゃない。両方で洗ってお金増やすのよ。ちょっと待って、両方で洗った方がお金増えるって思ってる？つまり両方のご利益が足し算か掛け算になるって思ってるでしょ。え？違うの？それは分からんけど、もしかすると一方の神様がわしんとこで銭洗っただけじゃ足らんちゅうのか、このごつくばりめみたいに怒っちゃうかもしれないよ。そうなると罰が当たってお金が減っちゃうかもね。それは困るな。じゃあどうすれば一番お金が増えるのよ？それはですね、一番は真面目に働くことです。